えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。えー、と今回ですね、あ,のありがたいことに、ね、またリクエストをいただきましたので、えーと、それについてお話をしていきたいと思います。あのー、何回か、ね、ご紹介させていただいていると思いますけども、も福岡県のですね N さんですね。えー、またね、あのー、すごく 意欲的な、えー、ご要望をいただいております。で、ま,あ、またね、例のごとく一生懸命書いてくださってますので、全文はちょっとご紹介できないんですがあの、自転車に乗り始めてね、すごく楽しいと。で、行動半径がどん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 広がるに及び悩ましいのはですね、こう自転車がどこ走っていいのか、どう走っていいのか、よくわからないと。で、その辺、調べれば調べるほどわかんなくなって、どうすればいいのか、ちょっと、 ね、何回かに分けてでいいので、ちょっと教えてくれませんかということになりましてですね、えー、改めまして、あの、こういうようなことをしておるんですけども、まずちょっとお詫びをせない,いかんのがですね、実は私もよくわかっておらんということになってしまうわけです。 でここに出てるですね、あのー、本が、ですね自転車ここを走るっていう本で、これはたぶん今から10年ぐらい前に出版されたんじゃないかと思います。で、あのー、引田聡さんっていうね、あのー、スキンヘッドの。 あのー、自転車の通気ニストっていう風に名乗ってらっしゃって、あの自転車が、ね、を有効活用するにはどうすればいいのかっていう、そういう取り組みを、ね、ものすごく一生懸命やってらっしゃる方でもう20年近くやってらっしゃるんじゃないかな。えー、その方がですね、えー、と書いた本であの僕もこれであの一生懸命学んだつもりです。で いろいろですね、あのこれを見たりとか、あとね、インターネットの方であの自転車をこう走りましょうみたいなのを、えっ、ー、とね、弁護士さんとかがこう、開設しているような、確かサイトがありまして、まあ、ちょっと機会があれば、ちょっとまた <laughs> 改めて調べてみたいと思いますけど、そういうようなものを読んで、あなるほどなと、道路交通法ってこうなってんだって分かりました。で、こうこうこういうふうに行けばいいんだなって分かります。で、実際ですね、じゃあ、乗ろうか っていう風になると、じゃあ、道交法の通りに走るにはどうすればいいんだよっていうような街の作りになってるところが結構あるなと思います。札幌みたいな、わりかしその、ね、その人工的にできあ,の、ね、ある程度自動車なんかが普及し始めた後にガンが広がっていった街でも多分そうなんだから、あの福岡とかね、あのー、もうね。 もう人間とか馬しか交通手段がなかった頃から街があるとか、そういったところで行くとますます難しいんだろうなというふうに思っちゃったりするわけなんですよね。なので、いや本当じゃあどうすんのさってなった時に、こうしましょう。僕はこうしてるけどもっていう話にはなるんですけど、あなたこうしなさいっていうようなことはちょっと恐ろしくて言えないわなというようなことになっちゃったりするわけです。 その辺に関してはですね、えー、まあ、これはまた次回述べたいと思いますけども、あのー、今回ちょっと触りとしてね、ちょっとお話ししておきたいのが、あのー、原付きっていうね、あのー、種類の、あの、法律の、法律上のカテゴライズの,あの乗り物がありません、ね。原動機付き自転車です。ということは、あれ、自転車なんですよね、よう考えたらね、原動機が付いた自転車ですと。ということはですね、 ええと、自転車もですね、50cc のオートバイも、実は法律上は同じくくりの乗り物ですよ、というふうに多分言っていいわけなんですよね。ということは、自転車がですね、車道を走ってこうこうってどうしたらいいんでしょうね、みたいになった時には、実は 50cc のオートバイと同じように走ればいいんじゃないと いうような推論も成り立つんですよね。で、実際これも引田さんの文献で中で読み,読みましたけど、やっぱ本当にどうしようかって迷った時には 50cc のオートバイと同じように乗ればいいんだと。いうふうに、それしておけば大体その法律で法令上問題ないと思いますよ。というようなことはあの、書いてましたがで、それやってね、事故に遭って、うんぬんとかってなるぐらいだったらあ、危険だと思ったら歩道に逃げた方がいいんじゃないみたいな話にもなるので、これがなかなか難しいですよね。で、 もう振り返れば50年ぐらい前にあの道路交通法がね、今みたいな風に自転車はこうしなさいみたいな風に改正になって、でほぼ50年間自転車っていうのはほっ,たらかされほったらかしにされたような状態になってまして、えー、調べれば調べるほどですね、多分パンドラの箱のようになってるんだな、だろうなと思います。 まあそんな感じでですね、えー、自転車ってすごく身近な乗り物ではあるんですけども、それの運用方法、うんというのを考えていくと、もう国策レベルの話になってしまうので、まあね、私ごとき、あの、零細店舗の自転車のおっさんがしのごのしのごの言えるようなもんじゃないんじゃないっていうふうにも言えるんですよね。なので、どうしたらいいんでしょうね。 という感じです。まあでも、あのー、お店的にね、あの、素晴らしいなと思うのは、N さんみたいな人がね、ちゃんと出てきてくれてるっていうことは素晴らしいことなんですよね。あの、自転車に乗る人たちって今までね、自転車どこ走んだとか、法令どうすんだとかってあんま考えずに乗って来られた方が多分多いでしょうけども、そうじゃない人たちがこういう風にして出てきてくれてるということは素敵なことなので、えー、引き続きね、あの、いろいろお調べになって見ていただきたいなと思います。私もね、あの、可能な限り、まあ、動画なんかでね、えー、ちょっとお伝えをしてい きながら、ね、あの N さんみたいな方の、ね、後押しができればなと思っておりますので、えー、またこれちょっと頭を整理して、えー、お伝えできればなというふうに思います。